貴婦人と一角獣連作。パリ中世美術館での展示室貴婦人と一角獣は、フランスにあるタペストリーの6枚からなる連作である。制作年や場所は不明だが、パリで死体が描かれ、15世紀末のフランドルでおられたものと見られている。このタペストリーのテーマは不明だったが、現在では6つの感覚を示したものとされる。味覚、聴覚、視覚、嗅覚、触覚、触覚 そして、我が唯一つの望みである。我が唯一つの望みは、謎に包まれているが、普通、愛や理解と解釈されることが多い。6つのタペストリーはそれぞれ若い貴婦人がユニコーンと共にいる場面が描かれ、他に死や猿も共に描かれているものもある。背景は、地下模様が描かれ、赤い地に草花やウサギ、鳥などの小動物が一面に広がって、 小宇宙を形作っており、ミルフルールによるタペストリーの代表的な作例となっている。タペストリーの中に描かれた旗や、ユニコーンや獅子が身につけている盾には、フランスオシャルル7世の宮廷の有力者だったジャンルビストの紋章があり、彼がこのタペストリーを作らせた人物ではないかと見られている。ジャンルビストがリオン出身であり、獅子のライオンはリオン、 リオンから一角銃は足が速いためフランス語でビステとルビストのエッジによるものと言われている。このタペストリーは1841年歴史記念物監督館で小説家でもあったプロスペルメリメが現在のクルーズ県にあるブーサック城で発見した。タペストリーは保存状態が悪く傷んでいたが小説家ジョルジュサンドが ジャンヌの作中でこのタペストリーを賛美したことで世の関心を集めることとなった。1882年、この連作は国立中世美術館に移され現在に至っている。本作がフランス国外へ貸し出されることはほとんどなかったが39年ぶりに日本で開催されたフランス国立クリュニー中世美術館所蔵貴婦人と一角重点で展示された。 また、オーストラリアのシドニーでも2018年2月から6月にかけてニューサウス、ウェールズ州立美術館で展示された。味覚このタペストリーでは、キプジンは事情から差し出される皿からキャンディーを手に取っている。彼女の視線は上に上げた左手に乗ったオウムに注がれている。向かって、左側にいる獅子と向かって、右側にいるユニコーンは2頭とも後ろ足で立ち上がり、 貴婦人を挟むように肌を掲げている。猿は足元にいて、キャンディーを食べている。聴覚このタペストリーで貴婦人は、トルコ製の絨毯をかけたテーブルの上に乗せられた、ポジティブオルガンを弾いている。次女は、机の反対側に立ちオルガンの不意号を動かしている。獅子とユニコーンは、味覚と同じく貴婦人を挟むように肌を掲げているが、今度は二頭の体は外側を向いている。 四角このタペストリーでは、貴婦人は腰掛け、右手に手鏡を持っている。ユニコーンはおとなしく、地面に伏せ、前足を貴婦人の膝に乗せ、彼女の持つ鏡に映った自分の顔を見ている。左側にいる獅子は肌を掲げている。九角このタペストリーでは貴婦人は立ち上がり、花輪を作っている。次女は、花が入った籠を貴婦人に向かって捧げ持っている。 獅子とユニコーンは貴婦人の両側で旗を掲げている。猿は貴婦人の後ろにある籠から花を取り出して匂いを嗅いでいる。触覚このタペストリーでは貴婦人は立って自ら旗を掲げており、片手はユニコーンの角に触れている。ユニコーンと獅子は彼女の掲げる旗を見上げている。我が唯一つの望みにこのタペストリーは他と比べて幅が広く、 描かれた絵の様子も他と異なっている。他の5枚のタペストリーは描かれた仕草などから五感のアレコリーだとされているが、この1枚は謎が多く、他の5枚の前の情景を描いたものか後の情景を描いたものかすら定かではない。我が唯一つの望みにで、身近度をした後、嗅覚、味覚、聴覚でユニコーンをおびき寄せ、視覚と触覚でユニコーンを捕まえるまでを、 描いているという見方もあれば、五感でユニコーンを引き寄せた後、我が唯一つの望みに出身を整えて、テントに入るという見方もある。絵の中央には深い青色のテントがあり、その頂には金色で、我が唯一つの望みと書かれている。テントの入り口の前に立つキプジンは、これまでの5枚のタペストリーで身につけていたネックレスを外しており、 右にいる次女が差し出した小箱にそのネックレスを収めている。彼女の左側にはコインが入ったバッグが低い椅子に置かれている。獅子とユニコーンが貴婦人の両側で旗を捧げ持っている。この一枚のタペストリーは様々な解釈を引き出してきた。解釈の一つは若い貴婦人がネックレスを小箱にしまっているのは他の五感によって起こされた情熱を自由意志によって 放棄、断念することを示しているとする。別の解釈では、この場面は、五感の後に来る、理解することという六番目の感覚を指しているという。また、愛や諸女性、これから結婚に入ることを示しているという解釈も存在する。以下、このタペストリーに関連する作品を挙げる。ありがとうございます。